ボーマン、プカラに着いた。サンタブランカラジオの鬱陶しい DJ ペリコは知ってる？ ISA の調査で、あいつがいつも使ってる放送局がプカラにあることが判明した。近くにいるはずよ。どうすればいい？あなたのチャーミングな技で DJ ペリコを説得して、パック語りの演説を放送させてほしいの。そうすれば反乱軍の知名度も上がるし、カルテルに恥をかかせられる。時、変え、感化せよってやつ？ペリコに関する情報は？今調べてるけど、どんな外見かすらわからない。情報を集めて、やつを見つけ出したら利用するの。ラジオ局の位置が分かったら連絡する。ベストエリサンタ・ハンガー・ラジオ。これだけ宣伝するってことは、よほどエルチノが好きなんだな。ナルコ・コリードがサンタ・ブランカに人を引き入れるのに役立つと思ってるみたい。バカらしい。 NWA を聞いてギャングに入ったやつがいるか？俺はアメリカ・ザ・ビューティフルの歌詞を全部覚えてて、今国のために働いてる。確かに、俺も全部覚えてる。ペリコの元ボディーガードアルトゥーロ・ルイスのことが分かった。ピルカの鉱山でカルテルの仕事をしてる。今は不仲らしいから、ペリコの情報がもらえるかもしれない。オレグンあたりを思い出すな。山の隆起と風の感じが似てる。あと爆破するところも似てるわよね。あれは OEF2 だった？ミダスが爆発物処理班と一緒に山腹に埋められた武器庫を爆破したっけ？なんで今そんな話を？まあ、班長が爆破からの距離を十分に確保しなかったせいなんだけど。最初安全距離は2キロだった。飛んでくる岩をみんな必死でかわしたわ。結果2人が気絶、足首を潰されたやつもいた。たった2キロの距離を回避しなかった班長のせいでね。それでこの秘密部隊に入ることにした。死ぬなら自分のミスで死にたい。ふわ。発砲するときはしっかり確認して。ペリコの元ボディーガードがこの鉱山で働いてる。そいつを殺したら質問ができない。メリンド、静かにしろ。アルテ、殺してやる。アルトゥーロ・ルイス？ペリコの元ボディーガードの。ペリコだ、あの野郎。俺のパロマ撃ちやがって。知り合いよ。いや、犬だよ。俺が飼ってた犬。パロマは何も悪くねえのに。ペットを殺したの？何があったの？あの野郎、 AR1 号を使って葉っぱを吸おうとして間違えて俺のパロマ撃ちやがった。未だに夢に出てきて夜中震えながら目が覚める。ペリコに復讐したくない？あいつの本名と写真が欲しいんだけど。本名はマルコ・ガルシアだ。写真は持ってねえ。始末してくれるの待ってるぜ。苦労して分かったのがマルコ・ガルシアなんてありきたりな名前って。まあ ISA がお得意の魔法でどうにかするだろう。名前を知らせれば顔写真を送ってくれるかもな。カルテルがトドス・サントスという村に DJ ペリコの家を建てたという情報を見つけた。行って確認してみるわよ。ペリコは留守ね。できるだけ情報を集めるわよ。何かの図ね。フラクタルアンテナのものかもしれない。ペリコが放送にフラクタルアンテナを使ってるとすれば、 ISA が居場所を特定する役に立つかもな。防音工事の領収書を見つけた。ペリコのラジオ局か。この住所に行ってみましょう。
地元住民が水を引くのに使ってるんだ。大きすぎじゃないか。誰かさん、ボリビアの農業を甘く見てたみたいだな。見えない、ドローンがジャミングされてる。見えた、あれがラジオ局ね。ペリコが仕事中か見に行こう。誰もいない。逃げたのかもな。誰かが警告して。だが放送は続いてる。ボーマン、ラジオ局にペリコはいない。でも放送はまだ続いてる。そのラジオ局は信号を強めるための中継に使われているみたい。でも暗号キーがないとハッキングできない。ドローンを使ってアンテナをスキャンしてみて。情報部隊が受け取ったデータを分析して信号からターゲットの位置を特定してみる。了解。ボーマンがアンテナをスキャンしろって言ってたのは理解できた。スキャンが終わるまでドローンを安定させるんだ。電波の干渉がひどいわね。ジャミング装置が付近にあるのかも。ペリコのアンテナを見つけるにはそれを探して破壊しないと。了解。スキャン完了。あとは情報部隊に任せよう。スキャン結果のおかげでペリコが周波数アジリティプログラムで暗号化した信号を送ってるのが確認できた。でもパックカタリの放送のために信号をジャックするには暗号キーがいるわ。その通り。データからペリコの大まかな位置は分かったわ。彼を見つけて暗号キーを入手してきて。 DJ ペリコのデータが送られてきた。DJ ペリコ、おおむね彼の夢は DJ になることだった。他人の歌を流して大声で叫ぶだけの仕事。 DJ なるーかー。けど人生は甘くなかった。13歳の時から街をふらつき、コカイン所持で逮捕。15歳で殺人未遂、刑務所に入る代わりに彼はメキシコに逃亡。いとこを頼ってたどり着いたサンタブランカでシカリオ、殺し屋になった。ただサンタブランカは彼の経歴を確認するべきだった。使えなかったのよ。 4WD のフロントシートの標的2人を仕留められなかった。逆に難しいわ。使えない彼はカルテルのメンバー全員に疎まれるようになった。死体になっての帰国が秒読みに入った。その時エルスエーニョに気に入られたの。面白いと思ったのね。銃は撃てないけど話はうまい。だからスエーニョは海賊放送での宣伝活動、サンタブランカの広報としての役割を彼に与えた。今日は絶好の粉日和って毎日だけどな。エルスエーニョの母廟を頑張って建設しているプカラのみんな元気か。あんまり早く完成させるなよ。 DJ ペリコはエルスエーニョのペットよ。存分に泣かせてやって。クリア。ノマド、仲間がスエーニョの母廟に貴重なレプリカを運ぶトラックの情報を入手した。お前たちの任務じゃないのは承知してるが、スエーニョの顔を潰すチャンスだぞ。了解。チャンスがあったらスエーニョのところへたどり着く前に輸送車を破壊する。ターゲットを破壊。今のがなくてもスエーニョの母標はできるんだろう。飾りがなければただのでかい棺桶だ。アンテナね。ペリコは近くにいるはず。奴を死なせないで。動かないで。よし、オールクリア。やった。やめんてれご。
Me entrego. Ya estuvo, ya. ¡Axo! ¿Cotoba ni tsumatta no? ¡Ore o yoku mite miro yo! ¡Shikari o ni miru ka! ¡Korosanakutte tte ii daro! ¿Eh? ¿Nande? ¡Ore ni wa mada yari nokoshita koto ga takusan an da yo! Nara, master controlのキーを教えて。ああ、わかった。ただ、俺に聞いたなんて言うなよ。ユーザー名はこうだ。BIDIBOM。で、このトークンの数字を入力する。あ！あんたは今日死にかけた。私たちが生かしてやった。それを忘れないで。ああ、わかった。あんたがキーを変えられるのは知ってるわ。でも生かしておいてやる代わりに、反乱軍のリーダー、パック・カタリの話が終わるまで、パスワードを変えずに放送を続けて、いい？ああ、わかったよ。ボーマー、暗号キーは手に入れたけど、どうやってハッキングすればいいの？あなたたちが技術オタクじゃないのは知ってる。反乱軍から通信技術者の居場所を聞いたわ。まずサンタブランカの監獄から救出しなきゃいけないけど、彼の力がいる。捕まってない奴はいないの？どこも人手不足なのよ。合流地点まで連れてきて、パック語りの放送するための道具はこっちで揃えておく。了解。捕虜の位置を確認。通信技術者のためにここまでやるとはな。反乱軍に貸しを作ってると思えばいい。連中に好かれて損することはない。とにかく捕虜を死なせないで。静かに、俺たちがいるのはバレてる。あんた誰だ？あんたも知ってるパックに言われてきたわ。そうか、行こう。カタリの下で働いてはいるが、俺ごときを救出するためにアメリカ人を派遣するとはな。あんたの専門知識が今の任務に必要なの。 DJ ペリコのラジオをジャックするのよ。冗談だろ。うちの嫁がファンなんだ。あいつは敵だぞって言ってんのに。でも面白いじゃない。だとさ、叶わないよな。だから俺も一緒に。助かった。ありがとう。この放送は思ったより効果があるのかもね。まだわからないぞ。まあ心配するな。できる限りのことはする。じゃあな。サンタブランカラジオに注意して、うまくいけばパック語りの演説が放送される。了解。パック語りの放送が国中で流れてる。 DJ ペリコはもともと笑い者だったけど、これでスエーニョの面目も丸つぶれね。世間の反応ってのはどうやって測ってるの？うちのソーシャルメディアチームが自撮り画像を撮る合間にネット動向をチェックしてるの。もうハッシュタグ DJ ペリコで最高に笑える画像が出回ってるわよ。技術者はボーマンと気が合いそうね。パックの演説をラジオで流すのにここまでやる必要があるのか？ボーマンは反乱軍に自分たちの作戦だと思わせたいんでしょう。連中の手柄になるしね。作戦を進めよう。出発準備をして。カルテルで働いているラモン・フェリスというボリビアの人気ブロガーがいる。いつもサンタブランカの慈善事業とかのくだらない記事を書いていたんだけど、今朝はカルテルが児童の売買をしていることを暴露したわ。みんなの反感を買ったの。問題なのはスエーニョよ。フェリスを見つけ出してカルテルに殺される前に証拠を手に入れて。簡単そうね。彼からもらえるものは何でも持ち帰って、カルテルの不祥事をいくつも握っているかもしれない。家はサンタエレナにあるわ。了解。ノマドアウト。ペリコもカルテルも何もなかったかのように振る舞ってるけど、反乱軍の放送は どう？一箇所に力が集まるのはあまり良くない。社会主義者が力を持ちすぎるのが怖いの？
冷戦地みたいな発言ね。 CIA 工作員がよくそんなことを言えるわね。さあ次よ、また連絡する。サルーン。